大切な仲間たちネズミ物語は2007年4月にサンリオより刊行された日本の絵本。また、これを原作としたアニメ映画がネズミ物語ジョージとジェラルドの冒険として2007年12月に公開された。また、これを原作にした舞台作品がちっちゃな英雄として2015年6月27日から2018年5月27日まで。 サンリオピューロランドにて上演された。著者の辻慎太郎によって、ネズミ物語の原稿が1987年以前に執筆されて、未完成のまま長らく放置されていたが、ピューロランドの当時の館長である佐藤誠に続きを執筆するよう勧められたことが契機となり、その後様々なスタッフの協力のもと、一冊の本としてまとめられたものである。 絵本に使われている挿絵は、シュガーバニーズのデザイナーでもある、深澤和美が担当した。2007年12月22日に、全国小区系にて公開された。同時上映は、シナモンザムービー。制作費は2作品合わせて5億円。リスク抑制のため制作委員会が結成され、作品が制作されている。ネズミ物語ジョージとジェラルドの冒険に関する、カテゴリー。 ありがとうございます。